ゲット期待してるぜ。サトルちゃんか。こっち野村天狗、野村天狗11段だったな。マジで今回打者いいんじゃないの。昔より簡単になってるな。食べろうし、金、金率高いぞ今回。メンバーに行けないから久しぶりだな、お肉。お肉が13段でやってゲットしたお肉。今回 SD 高い。マンマロだ。スーパイ36で、実はなくてマンマロ。今金だったけどな。また金。大釜っていう感じでね。今回ねガシャめっちゃいい。マジか。ガシャ。ガシャ行こう。ここだな。プライド。プライド持ったっけ。持ってたか忘れたわ。来てなかったもん。お鎧さん。ダブトさん。一つ星も穴取れないの。当てにな、当てにならなかった。あ、いいじゃんこれ。ゴリダルマ。ゴリダルマか。金。あ、金だ。牛島だ。でも金率高いよな。今回の打者かなりいいね。これはなじみ。バゲ丸。金だ。うわ、フジティミだ。フジティの扱いがなくて負けたんや。金だ。金だ。金に混ざるか。本当金に回しましょう。4月だ。何が出るか。シーラック妖怪が出てきました。今までにキッピーで話しない。何が出るか。シーラック妖怪が出てきました。キュキドリームローレット。
トリック。よく狙ってボタンを押すべきだ。出たな寿司か。うわマジか。壊しましょう。ミラク妖怪が出てきました。何か出るか。ペラボン。ミラク妖怪が出てきました。いやクリスタル武士にはまでにドンドロもヨベルセも出なかったすげえな。何か出るか。ミラク妖怪が出てきました。何か出るか。大きいんだ。お肉いらお肉が昔当たった時すげえ嬉しかった。大きいな。これお肉いですか。プニプニのさ、USA がさ、最終弾ガシャ強かったの。そうなんだ。あの、毎日スペシャルが弾けるって。あ、こいつダジャレ言ってる。まっそー。あ、せっかくばし。金だけどメロンよ。星1で金だったのか。金もう一回。二回金だったけど。頼むよ。金。闇もある。闇もある。持って。車を回しましょう。何が出るか。ミラク妖怪が出てきました。何が出るか。ミラク妖怪が出てきました。明日、ガシャを回しましょう。結構金魚が高いんだけど、魔物じゃなくて。ミラク妖怪が出てきました。本当はあんま育ってないからね。